攻守の方向を変わりまして、これより第2クォーターに入ります。第2クォーター、ゴールデンファイターズサードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り14ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン14。クォーターバック7番、ここでパスを投入しましたが、その状況に計らってサイドワインダーズ58番が佐藤、スクランブルしようとしつつ、その直前で倒しまして、さらなるロスを奪うことに成功しました。58番井馬和樹選手がキュービーサック、見事な判断でキュービーサック決めましたが、サイドワインダーズ58番の井馬。ゴールデンファイターズフォースダウン、ゴールデンファイターズパントフォーメーションを取ります。フォースダウン17、ゴールこのパウント、転がりよく、ここで攻守交代、ゴールデンファイターズフォースダウンの攻撃、パンター22番工藤選手、ゴールの権利陣地を挽回、攻撃権はブラックのユニフォーム、サイドワインダーズへと移ります。この攻撃は放棄する形になりましたが、しかし陣地挽回はなりました。自陣36ヤード付近からサイドワインダーズ、自陣36ヤードからの攻撃と変わります。サイドワインダーズ自陣36ヤードからファーストダウン10。さあランプレーから入った、何枠4番ハンドオフから中央を吸い抜け、右オープン展開を図りました。これは構想し約5ヤードのゲインです。ランバック1番奥谷幸太郎選手、キャリア1番は奥谷、5ヤードのゲイン。サイドワインダーズセカンドダウン、サイドワインダーズセカンドダウン5、ボールオンは自陣41ヤード。クォーターバック11番プレッシャー殺到する中、入れ違いで中央に入り込んできたワイドレシーバー9番にパス、9番これをキャッチしまして約4ヤードのゲインです。選手へのパスが成功、4ヤードのゲイン。サイドワインダーズ3番、クォーターバック18番の渡辺のパスが伝えています。ターゲット9番は尾崎でした。サイドワインダーズ3番残り1ヤード、サイドワインダーズファーサー、サイドワインダーズファーサー、クォーターバック19 番ここでハンドオフオプションから自らキープ、井戸勝孝選手自らボールキープ、中央に体をねじ込んで攻撃権更新です。ファーサーを獲得、サイドワインダーズファーサー、サイドワインダーズ50ヤード、ハーフ付近攻撃権更新果たしましたのはサイドワインダーズクォーターバック19番の井戸。サイドワインダーズハーフウェイからファーサーウンテン、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここで一気にロングパスを投じました。ターゲット24番でしたが、これはゴールデンファイターズ45番見事にカバーしており、パス不成功に終わっています。サイドワインダーズセカンドダウン10、サイドワインダーズセカンドダウン10。ナイスディフェンス、今度はランプレ
レーによって突破を図りましたサイドワインダーズ。しかしこれを見事対応しましたゴールデンファイターズ。96番ボールを持ちましたがランプレーを阻止しました。ゴールデンファイターズ素晴らしい対応したのはゴールデンファイターズの96番の笹井家。原因を与えません。サイドワインダーズノーゲイン。ダウンは進みサードダウン。サイドワインダーズハーフウェイからサードダウン10。クォーターバックスクランブルとしました。サイドワインダーズクォーターバック19番パスを投じようとしましたがプレッシャー殺到し自らランによって突破を図ります。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ファーストダウンには至っておりません。サイドワインダーズフォースダウン。さあ凄まじい攻防ありましたこのサードダウンの攻防でしたがフォースダウン残り3ヤード。サイドワインダーズどうするでしょうか。パントフォーメーションを選択します。まずはボールをより深い位置に置く形で攻撃上等とするようです。ここでホイッスル。ファールマーカー反則があった模様。イエローフラッグ反則が発生しています。フォルスタートサイドワインダーズ1番5ヤードのペナルティです。フォースダウン繰り返します。オフェンスの反則です。フォルススタート。ただ今の反則はってスタートを切りませんでした。サイドワインダーズにフォルススタートの反則5ヤードバッタリとなりましてフォースダウンやり直しという形になります。従いましてサイドワインダーズフォースダウン8ボールオン相手陣48ヤードの状況で試合再開です。5ヤードのペナルティサイドワインダーズ5ヤード下がってフォースダウンをパントフォーメーションをサイドワインダーズ取りました。このプレースナップが見られました。パンターなんとか蹴り上げることには成功しましたが陣地はそれほど挽回するには至らずゴールデンファイターズ陣40ヤード付近でボールデッドとなりこの位置での攻守交代となります。サイドワインダーズフォースダウンの攻撃パントを蹴り攻撃権を放棄。攻撃権はホワイトのユニフォームゴールデンファイターズへ移ります。ゴールデンファイターズ自陣41ヤード付近からファーストダウン。ゴールデンファイターズ自陣41ヤードからファーストダウン10。ナイスディフェンス。ゴールデンファイターズランバック10番北川良一選手しボールを持ちましたがサイドワインダーズ0番がブリッジ。このランプレー1ヤードロスに変えました。素晴らしい対応でロスタックルを敷きました。サイドワインダーズ0番が攻撃ゴールデンファイターズセカンドダウン11ボールオン自陣40ヤードクォーターバック7番パスを投じようとしましたがクォーターバック7番竹内選手スナップを受け47番が殺到しましてパスを投じようとしましたがさらにロスを奪いました。上ちゃん47番中田圭司選手がキュービーサー4ヤードほどキュービーサーを下げております。サイドワイナーズ47番の中田ゴールデンファイターズサードダウンファーストダウン獲得まで残り17ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン17。さあここでドロープレーを入れました。パスに見せかけたランプレーで相手の意表を突き地上戦で突破を図りましたがしかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。原因は2ヤードゴールデンファイターズフォースダウンファイターズフォースダウンパントフォーメーションを選択します。
このパントもそれほどの人事挽回には至っておりません。ここで攻守交代、45ヤード付近でボールデッドとなり、この位置で攻守交代となります。陣地を挽回、攻撃権はブラックのユニフォームサイドワインダーで移ります。サイドワインダー自陣42ヤード付近からファーストダウン。サイドワインダーズ自陣42ヤードからファーストダウン10。パス成功。パス成功。クォーターバック19番。クォーターバック19番。移動選手からワイドレシーバー12番バイスキャプテン田原樹選手への終点、非常に厳しい状況ですが、4ヤードの見事にキャッチしました。ワイドレシーバー12番は田原です。サイドワインダーズセカンドダウン6。ボールオン自陣46ヤード。さあ今度は中央を攻めます。サイドウィンダーズキャリア何枠41番にボールを託し、寺島幹事選手右中央プレー。ゴールデンファイターズの24番タックルで少しかかりましたが、残り2ヤードという形になります。ゲインは約4ヤードでした。サイドウィンダーズサードダウン、ファーストダウンまで残り2ヤード。キャリア41番は寺島、タックルしました。ゴールデンファイターズ24番は佐々木。サイドワインダーズサーダウン2。ゴールデンファイターズナイスディフェンス。ここで中央突破を図らせようとしまして、ランプレーに展開を挑みました。しかしこれはゴールデンファイターズディフェンス陣佐藤。サイドワインダーズランニングバック21番寺島選手ボールを持ちましたが、ゴールデンファイターズランニングバックは28番高萩拓海選手がタックル、2ヤード後ろへ下げております。ロスに指示ましたのはゴールデンファイターズ28番の高萩です。失礼いたしました。サイドワインダーズフォースダウンでパントフォーメーションを選択します。ゴールデンファイターズリターン、ここで攻守交代。サイドワインダーズフォースダウンの攻撃、パントフォーメーション、陣地挽回、ゴールデンファイターズリターナー11番近藤朝日選手。リターナー11番は近藤でした。4ヤードほどリターン。ゴールデンファイターズ自陣28ヤード近からファーストダウン10。前半終了まで残り時間47秒。攻守変わりましてゴールデンファイターズの攻撃となります。ボールオン自陣28ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は47秒。パス成功。パス成功。12番外に展開したワイドレシーバー86番にパスを通しまして約4ヤードのゲインとしています。ここでホイッスルが鳴っています。チームタイムアウト。ゴールデンファイターゴールデンファイターズ前半1回目のタイムアウトを取りました。ここでゴールデンファイターズ時計を止めるため、前半1回目のチームタイムアウト、前半後半3回ずつタイムアウトを取ります。各チーム前半に3回、後半に3回、このまま試合に時間が消化すると攻撃をするタイミングがなくなるため、ここでタイムアウトを取りました。ゴールデンファイターズ1回目のチームタイムアウト。先ほどのプレー、先ほどのプレーパスを投じましたのはクォーターバック12番の矢部でした。4ヤードのゲイン。 DB から DB から、ゴールデンファイターズ自陣32ヤードからセカンドダウン6。前半残り時間は39秒。ゴールデンファイターズセカンドダウン、前半終了は39秒。パス不成功。パスインコンプリート。ウォーターバック12番不成功。再びパスプレーに出ようとしましたが、プレッシャーからそのラッシュをかわしてパスを投げ捨てました。
攻撃回数1つ失ってサードダウン3回目の攻撃に変わります。なお前パスは失敗しますとその時点で時計が止まります。ゴールデンファイターズサードダウン6、ボールオン自陣32ヤード。2ダウン、わざと膝をつき時計を回しランプレーとして時計を回そうとします。ここでホイッスル、スナップを受け2ダウン、ランプレーのチームタイムアウト、サイドワインダーズ。ここでサイドワインダーズが前半1回目のタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズ、ここでわざとランプレーとすることにより時間を消化して前半を終えようと考えました。しかしこれを阻止すべくサイドワインダーズ、この段階で前半1回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間25秒で現在試合は止まっております。ゴールデンファイターズフォースダウン11、前半残り時間は25秒、パントフォーメーションを選択します。ゴールデンファイターズフォースダウン、このパントはラッシュ受けながらもハーフウェイを越えたところでボールデッドとなりました。ここで攻守交代、ゴールデンファイターズフォースダウンの攻撃、パントを受けに陣地を挽回、攻撃権はブラックのユニフォームサイドワインダーズへ移ります。サイドワインダーズ自陣46ヤード付近からファーストダウンの攻撃、前半終了までは残り時間9秒。ゴールデンファイターズ、失礼しました、サイドワインダーズ自陣49ヤードからファーストダウン10、前半残り時間9秒。パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック19番ロングパスを投じると見せかけ、ランニングバック1枚のフレアパスを投じました。しかしこのパスわずかにオーバースローでパス不成功となっています。前パス失敗は時計がここで止まりますので、試合時間前半残り3秒で時計は止まっております。次はサイドワインダーズセカンドダウンの攻撃になります。サイドワインダーズセカンドダウン10、セカンドダウン10、ボールオン自陣46ヤード、前半残り時間3秒。パスを成功、ここで左に展開したワイドレシーバー9番にパスを通しました。しかしここで前半終了です。前半終了となりまして、ここで前半終了、 NFA 日本社会人アメリカフットボール協会大会 X リーグ2023前半戦終了となりました。ウィンボールジュニアトーナメント、ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの試合前半終了いたしまして7対0、しかし大変前半戦面白い状況になりました。まずその序盤戦におきまして、サイドワインダーズのわずかなミスをつきまして、ゴールデンファイターズが先制のタッチダウンを上げることに成功しております。しかし試合そのものを前半かなり優位な形で進めていたのはサイドワインダーズでした。サイドワインダーズこのまま1点差やワンタッチダウン差の状況を甘んじて受ける状況にない、非常に優れた攻撃を展開しております。ハーフタイムは10分間です。ゴールデンファイターズはこの中に攻撃を打開できる秘策を見出すことができるでしょうか。そして攻撃でその突破口を見出すことができるでしょうか。サイドワインダーズ前半の勢いを生かし、そのまま試合を逆転するに至るでしょうか。非常に注目のハーフタイムとなります。